二代目、中村梅玉大正10年6月8日は、幕末から明治、大正にかけて活躍した上方の歌舞伎役者。屋号は高砂屋。背名に三鈴目、うぐいすごえ。本名は、佐々木徳洲。計五条の生まれ。聖家は、病作りの単野職人。河江元年大阪に移住。同年、小山として、藤岡菊太郎とを名乗って、武田芝居で。 初舞台。二年後初代中村玉七の門人となって、中村玉倉を名乗る。慶応元年五代目、三松大五郎の養子に迎えられ四代目三松谷を襲名した。慶応三年、来坂下二代目、中村福助に認められてその門人となるが、福助は、間もなく休止。福助人気を当て込んでいた、工業士は、その突然の隠しに頭を抱え、 旧四の策として年格好が似ており、しかも並ならぬ技量があった三摩スタ人に白羽の矢を建てる。この工業士の説得に折れる形で、翌年三代目中村福助を襲名。ところが時をほぼ同じくして、江戸でも二代目福助の皇帝が三代目福助を襲名したため、帰せずして東西に二人の福助が立つことになってしまった。これが、 以後、百年間にわたって延々と続くことになる、東京の姓、駒屋中村福助と大阪の高砂屋、中村福助の並立である。その後は、東西の舞台で活躍するが、初代、中村元次郎が台頭すると、率先して、脇に回りその相方を務めるようになる。明治四十年十月、大阪角座にて二代目、中村梅玉を襲名。以後、川章の孫絵門。 土屋力の宝いはじめいがえつ道中すごろく、岡崎の山田神兵衛、菅原伝授手習い館、道明寺の各樹、絵本大光旗、甘崎の三沢などで緩次郎を助けた。功績、要望とも優れ、役柄も広く、ゆうずむの演技力で、緩次郎が、昨日と違う演技をしても、また変わったんやなとさらりと受け流す度量があり、その上聞けば助言もしてくれる。 まさに倍玉は元次郎にとってなくてはならない相方だった。老いても各尺として舞台は裁判年まで休むことなく務めたが、大正10年神戸の自宅で朝風呂に入浴中に心臓麻痺で死去。80歳の大王女だった。元次郎の落胆ぶりは橋で見ていても気の毒になるほどで、もう、上地もなんも、でけしまへんがなとつぶやくのがやっとだったという。 ガ次郎の女房役は、手塩にかけて育てた養子の三代目、中村正次郎によって引き継がれた。ありがとうございます。